生ビールとは日本において熱処理をしていないビール全般を指す。同義語としてドラフトビールがある。日本国外における生ビールドラフトビールの定義は国によって異なることがある。ドラフトビール本と醸造後一切の手を加えていないビールを指すが日本ではビールの製造工程で酵母等をろ過することによって熱処理をしていないビール全てを生ビールと定義している。 パッケージには、生、生ビール、ドラフトビールと表示し、熱処理していないことを併記すると決めている。また熱処理していないことを理由に品質が良いと宣伝することも禁じており、違反行為については、景品表示法の不当表示などに関係するため、公正取引委員会や消費者庁から、措置命令、排除命令、要望、警告の処分を受けることがある。また、 同一銘柄の樽詰め、瓶詰め、缶詰めは、いずれも中身は同一である。1869年、横浜山手46番で、居留地の外国人向けにビールの醸造が始まった。1870年、横浜山手123番で、継続的に一般人向けのビールの醸造、販売が始まった。当時としては、最新鋭のパスチャライゼーションを導入していた。 当時は冷蔵庫が広く普及しておらず、生きたままの酵母が入っている古典的な生ビールでは、発酵が進みすぎて味が変わったり容器を破裂させたりしてしまうため、熱処理をして製品を出荷することが一般的だった。しかし、当時でも熱処理を行わないビールは、工場隣接のビアガーデンや冷蔵庫を備えた店で飲むことができた。初期の生ビールとして有名なのは、 北海道開拓市、関営札幌ビール醸造所が1876年9月に発売した冷製札幌ビールである。しかし、消費地への長時間の輸送中に発酵が進んでコルク栓が抜けるなどの事故が多発した。1960年、アメリカ統治下の沖縄のオリオンビールが瓶詰め製ビールを発売。生産地と消費地が近く、 飲食店向けに出荷されてすぐに消費されていたので問題は少なかったとされる。1967年サントリーがスミオを発売。現在主流の新しい定義による最初の生ビールで NASA が開発したミクロフィルターを導入し無菌室で滅菌容器に詰めて密封するオートメーション技術を開発したことにより熱処理をせず酵母菌を除去した生ビールを 初めて大量生産した。1968年、朝日ビールが本賞を発売したが、これは酵母菌の除去は行っておらず、本当の生です。酵母が生きています。というキャッチフレーズで工場の近くのみに瓶詰めで販売された。冷蔵保存が必須であり、しかも、賞味期限は2週間と短かった。この頃までは、生ビールの概念が定まっておらず、 サントリーが熱処理をせず、酵母菌を除去した生ビール。朝日が熱処理をせず、酵母菌の入った生ビールを発売したことにより、酵母菌の有無をめぐって、生ビール論争が勃発した。熱処理をしないビールはすべて生ビールというサントリーの主張と酵母菌を取り除いたビールは、生ビールではないという他者の主張は、平行線をたどった。また、墨用の商標をめぐって、 スミオ論争が起きた。結果として特許庁はサントリーにスミオの商標登録を認めた。1979年、厚生取引委員会が生ビールドラフトビールの定義を熱処理をしないビールのすべてと講示し、生ビール論争はサントリーの主張、公募金の有無は評価基準にしないが認められた形で集結した。1987年3月、 辛口製ビール、アサヒスーパードライが発売され、爆発的にヒットした。翌1988年に、他社も一斉に類似品を発売したが、スーパードライの躍進に拍車をかける結果となった。生ビールナンバーワンはアサヒスーパードライの、宣伝コピーに煽られたキリンは、1996年に、キリンダガーの非熱処理化を断行したが、ファンの不評を買い、1997年に、 キリンラガーはビールのトップブランドをスーパードライに明け渡した。微生物管理技術とロカ技術の発達と普及により生ビールの比率は年々増え、1977年には10%台、1987年には50%台、1993年には70%台となった。1996年のキリンラガーの生ビール化により、 生ビールの比率はさらに高まり、1996年3月には99%台になった。2000年代前半では冷蔵輸送のシステムが進んだことで、室か、酵母金入りの生ビールの比率も少しずつ増えていたが、各社で該当したプレミアムビールなど商品構成を見直したことから、2000年代中盤以降のチルドビール市場は体調傾向となった。 生ビールドラフトビールは国によって定義が異なっている。なお、日本国外輸入ビールの生ビールについては、輸入ビールの表示に関する公正競争規約にて、日本国産ビールと同様に熱による処理をしていないものと定義されている。英語のドラフトは、損から注いだビールのような味や見た目をした缶ビールや瓶ビ,ビールを示すマーケティング用語として使われてきた。 例えば、ミラーチェニューインドラフトは特許が取得されているコールドフィルタリングシステムを用いて製造されているアメリカンラガーである。また、ギネスドラフトは缶や瓶の中に特許が取得されているフローリングウィジェットが入っており細かな泡を出すための窒素ウィジェットを使ったビールの例である。非加熱ではなく熱処理したビールは熱処理ビールと呼ばれる。アサヒビールのアサヒスタウト キリンビールのクラシックラガーとキリン秋味、札幌ビールの札幌ラガーなどが挙げられる。熱処理ビールの名称にラガーが付けられることが多く、このためラガービールを生ビールの対義語のように扱われることが多いが、ラガービールとはもともと貯蔵工程で熟成させたビールのことであり、熱処理の有無とは無関係である。ありがとうございます。